どうもー。私昨日、朝2時55分にですね、富山、福井県越前市武生駅を出発し、すでにですね、約140キロをママチャリで漕いでまいりましたけれども、本日はですね、まあ約何キロ、80キロぐらいですかね、80キロぐらい、自転車で、走り、富山県の富山市に向かいます。おはようございます。今日はね、ちょっと出るのが遅かったのもあるけど、なるべく早く着かないとね、困るんですね。汽車で帰って車で回収するのは、今日の夜の話、今日の夕方の話だわ。だから今日の夕方までにぜひとも着きたいんですよ。夕方までには富山市に入りたいですよ。で今日2日目なんでね、まあ、2日目とか2日しかやんないんだけど、腕が細いですか私。さ、そうでしょうか。マーク見てる。竹風に今日車取りに行くから、この後竹風に車取りに行くんで、今日今がスタートなんでね、スタートしますよ。じゃあ早速スタートは福井県の竹風です。竹風スタートで今金沢まで来たの。竹風から今金沢まで来て、金沢から今富山向かうところですね。行きますか。じゃあ行きましょうか。八番ラーメンありますよ。八番ラーメンまだ開店してない。コメント読みます。まあ今明るいんでね、この間にぜひとも行きたいと思います。けど今日はですね、非常に気温が高そうですけども、八番ラーメンそろそろ三ラータンメン始めると思うんですけどね。10月入ったから、10月から三ラータンメン始めると思うんですけどね。そろそろ始めるもんかと。じゃあケツ痛い、ケツが痛い。じゃあスッタートしました。2日目ね、今日で終わりですけどもね、今日で終わりなんですけれども、こちら山川環状線ですね。私が5年間住んだ町ですよ。うん、石川県金沢市の夜勤からありでいます。石川県金沢市はですね、森の里、森の里といえばですね、イオン森の里店がありますね、私はもうあそこに5年通いましたから。かくかくそんなに、それがちょっと待って、スマホがだいぶ斜めになってるよな。待って、ね、ちょっと待ちください、ね、だいぶ斜めになっているから。ちょっとこれダメだな。さすがにちょっと下すぎるか。この辺かな。よろしいですか。行きます。ゴーゴーカレー金沢本店、左側に見えます。左側に見えるはゴーゴーカレー金沢本店、目の前に見えるは交番ですね。私が何度かお世話になった交番です。
私が何度かお世話になった交番は目の前にあります。渡ります。ここ左側に行きます。左側通行でね。よいしょ。あ、もう55カレーついてしまう。55カレー金沢本店、こちらが何回か行ったね。ここもね、何回か行ったことありますね。よいしょ。ちょっとこれでもね、ちょっとこれ調子悪いね。ちょっとこの辺かな、この辺がいいかな。いや、それは寝起きですから。私も今起きたばかりですから、だいぶ寝てましたんでね。10時間パックでね、10時間パックで入りましてですね、それが一番お得だってことで、10時間パックで入って、結局昨日の何時、昨日の11時ぐらいに着いたんだっけ、11時半ぐらいでしたっけ。そこからずっと寝てましたんで、入った瞬間にも寝ましたんでね。これ左側はね、カーマホームセンター。私はこの左側のカーマホームセンター高見店でよく自転車を買ってましたね。ここでよく自転車買ってた。右側はニトリ、ニトリは入ったことないですね。これはあの目の前にはスーパーマーケットアルビスありますけど、昔ここね、なんかフレッシュとか名前のねスーパーだったんですよ。私があの金沢に住んでた頃は。いつの間にかアルビスに変わっちゃってますけども、懐かしいですね。 DCM グループで、 DCM グループ、そうそうそう、詳しいですね。ちょっと待って なんかさ、さっきから調子悪いというか、なんだこれ。なかなか安定しない。この辺か、焼き鳥売ってるじゃん。一応ね、あのアプレッシオでね、朝食バイキングやってたから、ありったけのあの食パンを食ってきたんだけど、なんか焼肉の香りがするな。フレッシュってみんな知ってる？そんなのある？まずチェーン店なのかな、フレッシュって。チェーン店かどうかすら知らないんですよ、私。ブレーキ台になかった、昨日。走ってる。ということでですね、ということで、ですね、コメダコーヒー前からありますね。コメダコーヒーは、まあ前からというか、わしが住んでた頃にできたんだけど、2015年ぐらいまで私金沢にいたから、2015年まで金沢にいたんでね。さあ、見えてまいりました。皆さん、イオン森の里で見えてきた。イオン森の里でございます。あれがかの有名な、右手に見えるのはですね、イオン森の里。その手前には吉野家があります。昔ここセブンイレブンでしたね。昔はここセブンイレブンだったのに、いつの間にか吉野家ができましたけれども、昭和15年夏までじゃないですか。右側がイオンね。昔住んでたアパートはあの 坂道あの上がんなきゃいけないんで行きませんけども、絶対行かないけど、遠回りしたくないから、超遠回りになりますんでね、行きませんよ。さあ、皆さん、ここ左側に見えるのは第7餃子、第7餃子の店ありますか。第7餃子の店ですね、こちらね。あんまり別にそこまで美味しくないんだけどでも超人気なんですね、第7餃子。あらららららら、車道の方が広いね、これ。車道の方が難しいな、ガタガタだし、ここガタガタなんだけど。変わったね、イオンも変わったね。なんかいろんなもんできましたよ。ヒットアカデミーだか、アーバンホームだかさ、何あれ、
こんなのいつできたのこれ。いろんなもんできすぎだろ、イオンもんのこと。どんどんいろんなものができて、なんかもう見た目じゃイオンって、おっと。今だけ元気です、今だけ。そう、自転車か、いや、わかんない。じゃあ車道出るか。最初だからさ、標識があるかどうかは確認できてないから、車道に出よう。ここはなんか歩行者がたくさんいて危険だから、ランナーもいるしさ、ちょっと危険が伴うから。でも山川環状線のもトンネルとか入っていったら、さすがに人はいなくなると思うけど、ちょっとこの辺は学生街なんでね、これは学生たくさんいるんで危険なんでね。かといって車道も危ないけどな、どっち行っても危ない。結局どっち行っても危ないんで。マジで歩行者多いな、ここ。まずいまずい。歩行者がたくさんいるけど、まあ、片側2車線だから大丈夫かな。車道行っても、いやー、それ車道も狭いな、車道も狭いなこれ。でもこれ標識が何も立ってないからさ、本当は車道ダメなんだ、あの歩道ダメなんだ。歩道を走るときはね、歩道を走っていいですよって標識があるからさ、そこはちょっとね、まだよく分かってないですね、私もね。どこ走ればいいのかってなっちゃう。しかもここやっぱ歩行者たくさんいるわ、まあ、とりあえずあの鈴見まで行きますが、鈴見まで行って、そこからトンネルだからね、山川環状線はトンネルになりますん で森本の方を抜けて、で8号線に合流する感じですね。8号線に合流して、そのまま栗原峠抜けて高岡富山って感じですよ。まず国道8号に出なきゃいけない、まあ、最短ルート通るならもっと別の道があるかもしれないね。最短ルート通りたいとか、津幡高校の方とか通るかもしれない。信号待ちです。車道行きますよ、車道。とりあえずあの標識がない、あ、これ違うのかな、これ標識だっけ、どういう標識だっけ。まあ、とにかくもうトンネル入りますんでね、もういつもの鈴みたいのあの鈴見台のあのトンネル抜けてったら、もうそこは学生街とは程遠い田舎になりますんで、そこは安心ですけれども。さあ、左手に見えるのはイーストパーク、カラオケイーストパークですね。このカラオケは確か朝5時までやってます。朝5時まで。でチャンピオンカレーもありますね、カレーのチャンピオン、通称シャンカレね。変わってないね、この辺はね。この辺は一切変わっておりません、私がね、あなたにいた頃と何も変わっていない。あ、出ました、これ左側に見えるのはサイゼリア森の里店。ここは私が通報された記憶がありますね。金沢のね、あのサイゼリアで、ここのサイゼリアで許可取って配信してたのに、通報されてあの追い出されたっていう、ね、そういうあの思い出の場所ですよ。あれ以来サイゼリアでね、配信はしてないですね。この辺はどうですか、鈴見入った鈴見のエリアに入りましたよ。ポポラマーマって何ですか、パスタの店。ポポラマーマ初めて見た、これ養老の滝っていうのは前からあるね。これヒデっていうラーメン屋も前からありますね。右側にもあるアルビスだよね。右側の昔チューリップって名前のスーパーだったけど、今アルビスって普通のアルビスになっちゃったけど、昔はチューリップっていうスーパーだったね。右側のこれ信号待ちです、信号待ちでございます。
何何何寝ました寝ました。いやいや、だから許可取ったんだよ、あのサイゼリアの話でしょ。生パスタの店わし知らなかったわ。こんなん最近できたんですかね。前あそこ何だったっけ、前何だったかすら覚えてないんだけど、まあ何かしらの飲食店が入ってたんでしょうけど、ね、さあ皆さん、ここからですね、この高架橋ありますけども、左に行くと金沢駅や兼六園金沢城方面でございます。右に行くと奥宇立山県民公園があります。まっすぐ行くと、まあ、ずっと山川環状線ですね。これ左側に餃子の王将ありますね。餃子の王将は前からあるね。今町ジャンクションまで行かなきゃいけない。 今町ジャンクション、山川環状線をずっと抜けて、で森本小学校のとこ抜けてですね、今町ってとこまで行くんですね。鈴見台1丁目オートバックスありますね。薬の置きありますよ、前からあります。薬の置き、金沢に詳しいですね。金沢ってもこの辺だけですよ。この辺はもうだいぶ詳しいですよ、うん、3年ほど前までの知識しかないけど、この辺は地理完璧ですから。私片町寄りました。片町は、片町は寄らないですよ。なんかタイヤがおかしい。タイヤから変な音がする気がする。まあいいや、タイヤからシャリシャリ音が聞こえるけど、このシャリシャリ音は何ですかね。誰かアイス食ってるのかな。シャリシャリ聞こえませんか、なんかタイヤが回転しながらシャリシャリ。私だけかな。ここからですね、歩道が右側にしかないから右側行くしかないんですね。ここは渡らなきゃいけないんですよ。まあ、地下から行くか。地下道をくぐりますか。あ、枝が挟まってんじゃん。枝が挟まってる。この枝が挟まってました。枝が。いや、空気入れ持ってきてないね。空気入れ持ってきてないですね。さあ、朝ごはんっていうか、まあ、お腹はそこまで空いてないからいいか。どこが器物破損なんですか。今日の職質は分かんないですけど、職質受けるかどうかまだ分かんない。電波がちょっと微妙だ。ここ電波あるか。電波あるね。くぐってそこ渡る必要があるんだよ。 なぜなら、あの ここから先山川環状線ね、右側にしか歩道がなくて、左側は完全なね車道になっちゃうんで、もうマジでミンチロードなんで、右側から行くしかないんですけども。あ、超青じゃん。そういう場所なんで、私はこれもね何回も経験しておりますから存じ上げておりますけれども、初めて来た人は多分分かんないだろう。行ったら行き止まりでしたみたいな、そういう感じになると思います。さあ、ここから皆さん、鈴見のトンネルですから、学生街では一変します。もうただのね、あの山になりますんでね、山川環状線の字のごとくですね、 山を走りますんで、もうアップダウンもありますしね。星稜高校とかあるよね、この先。金沢の星稜女子短大か、星稜女子短大とか桜丘高校とか、そういう方面に入ります。でそのまま行くと森本の駅があって、よいしょ、岡新宮に会うってどういうこと。来てないでしょ、金沢にいらっしゃるんですか今。で棒読み入れても多分聞こえないですよこれ、やかましすぎて、この周りの車の音が。松井秀喜ってのは、松井秀喜は石川県の今現在野見市の値上がりの人なんですよ。だからもう過ぎちゃったね、野見市はもう過ぎましたんで、ね、今から私が入る市町村というのはですね、
あ、これ自転車左側って書いてあるわ。左側ね、自転車は書いてある。これ左側自転車、右側歩行者、こんな感じになってますんでね。行きます。いや涼しい。あ、防音対策されてるよこれ。左側にちゃんとある。上左側にあの板が張ってあって、防音もバッチリ、防音バッチリですよ。ここだけね、この先は何もしてないけど、うん、これ8号線じゃないですよ。まだ8号線入ってないわ。これ山川環状線ですね。あの野田墓地とかあの辺走ってるやつ、あの金沢高台行くときに使う道だ。これは上りなのかな、一応上ってんのか下ってんのかよく分かんない、錯覚を起こすね。下りに見えるけど実は上りなのか。だいぶペダルが重たい、ペダルが重い。珍しいトンネルですかこれ。 山川環状行くとき一発目このトンネルだから、車で行ってるとあんまり感じないけどもね。わざわざ歩行者と自転車を通る道をね作ろうという、そういう趣旨でやってると思います。あと SOS の電話もあります、ね、途中に車来ないよこんなところに。車入ってくるわけないしこんなところに。電波あるか、大丈夫か。排気ガスはたくさんあると思う。それはもちろん排ガスだらけでしょう。よいしょ。充電じゃなくて、あのグリンプス見えますか。グリンプスの方は現在地わかります。私の現在地今ちょっと飛んでる中だからあれか、 GPS と飛ばないかわからんけど、だいぶ長いですよ。この先もたくさんトンネルあるから、山川環状線はこの先もトンネルだらけですよ。トンネルもあればね、上りも下りもあるし、とりあえず8号線入ったらさらに上りがあるんだよね。8号線に入ったらずっと上りだよ。小矢部のあの栗から峠越えていかなきゃいけないから、まあ、分かるよ。最短ルートをなるべく目指したいから8号通らないルートもあるかもしれないけど、どうなるやらって感じですね。だんだん明るくなってきた。防犯カメラ作動中でございます。え、遅い。あ、グリンプス今途切れてるのかな。 GPS 信号を受信してない可能性はあります。長い、トンネル長い。何キロぐらいなんだこれ。電波はありますね今のところは。長いな本当に。え、車で行ってると感じないけどめちゃくちゃ長いなこれ。なんで不正なんですかこれ。これが不正になる。まだあんのこのトンネル。ここでちょっと ここはもしかして中腹点かもしれない。ここがちょうど半分なのかな。やだ、まだまだやん。まだまだ嘘でしょ。まだまだここ中腹なのかな。やだな。この辺で半分曲がりました。これの場合は、あ、これの同じぐらいあると、折り返しで。ここで一曲何トンネルのか。
400メートルぐらい。あ、ちょっと出口見えた。出口見えましたわ。見えた見えた。こんなトンネルで監視カメラ4台も設置してるんだ。姿を見て全力疾走してたけど、今何、今リスナーの方ですか。今の何、ちょっとわ、急に全力疾走しだしてる。わしの姿を確認して、怖い。向こうが怖がって電流で逃げたんですよ。逃げるな、逆方向に逃げるな、わざわざ向かってきた。今のメタルスライムだったんですよ。逃がしちゃって、むしろ。そう、めちゃくちゃ歯を食いしばってた。もうすぐ歯を食いしばってた。自分の顔見ても逃げるけど、わしの顔見たら多分逃げるけどさ、でもあのとこから顔見えないっしょ。よいしょ、トンネル抜けた。やった、今トンネルの主なんだ。無視しちゃったよ。いや、これより歩行者自転車の通行ができますって書いてある。どういうことだ。雪国だしよ、ここは。それは雪国って言われてますよ、石川県はね。北陸3県とも雪国ですけれども、さすがにまだ降ってないけど、そろそろ立山の方で雪降るかもしれないですよ。そろそろ皆さんが大好きなね、三段染めが見られるかもしれないよ。ブリンプスワープした。挨拶、あ、こんにちは、どうもー。金沢の皆さん、なんか書いてある。これ何、これ。迂回しろって書いてある。迂回する必要あるの、これ。もしかして迂回しろって書いてあった今。え、もしかしてこれ迂回する必要があるの。この先なんか行けませんって書いてあった。この先自転車行けない。